土曜日の11時から放送している身体カウンセラーラジオのパーソナリティの武田美希と申します。私はですね、おすすめの読谷村はやっぱり自然を最大限におすすめしたくて、今の時期だと沖縄の、トップマリンさん、豊久港にあるトップマリンさんも、発表されてましたけれども、クジラが出るんですね。今この冬の時期ってクジラの時期で、私も何年か前に読谷村の宇治畑の、数字小屋に車を止めて海を眺めていたら、車が、クジラがジャンプするのを見ました。あ、読谷村でもクジラが見れるんだと思って、あの時とても驚いて、で今回トップマリンさんが、クジラ見れますよというふうにおっしゃってて、そう確かにそうだ、見られるんだということを思い出しました。で海沿いのホテルに泊まると、その窓からですね、見えてる海の中に運がいいとクジラが見られると聞いたことがあります。で私も知人から窓からクジラが見られたよというふうな喜びの声を聞いたことがあるので、私の最大限の読谷村の今の時期のおすすめは、クジラが見られるかもしれない海を眺めるということをおすすめしたいと思っています。